剣を掲げろ。生きていたか。戦士諸君、狩り日和だ。なんだ、良い狩りを。戦士たちよ、じゃあな。
マナ・エレメンタル。珍しいですね。この島の何かがトラブルを呼んでるようだな。鍛冶屋なんかに頼らないで、俺らでマナの核をブリンクステーションにぶち込んじまおうぜ。やたらと町人に頼らない方がいい。鋭いご指摘です。確かにそうかもしれません。テレポーターは町の南東の湖の近くです。行くぞ。
Thank you.
が魔法を使うのは初めて見た。しかも黒魔法なんて。ライスロットがマナの力を自力で得得したとは思えません。誰かに教えられたのでしょう。ダークレディって言ってた。そいつが力を与えたのかな。おそらくな。そしてそいつが山賊たちに剣を取りに来させた張本人だろう。モニカとノランを見つけなきゃ。でもかなり危険そう。撃ち落とされたのにはこういう事情があったか。完全に侵入者扱いだもんな。ダークレディが誰の邪魔も許さないということですね。ノランたちを探してから計画を立てましょう。計画はここを去ることだ。それもできるだけ早く。とっとと大砲を片付けてジャンクタウンを目指すぞ。